フィリピンにおいてイスラム教は記録が残っている中では国内最古の一神教である。14世紀にペルシア湾や南アジア出身のムスリム商人のほか、マレー諸島における複数のスルターン政権下の信者が台頭したことに伴い伝来した。2010年にアメリカ合衆国国務省が発表した国際神教の自由報告によると、 ムスリムは総人口の5%から9%に当たるとされ、大部分がスンナ派でシーア派は少数に止まるという。なお、総人口の大部分がカトリック教徒である一方、一部民族集団はプロテスタント、ヒンドゥー教、仏教やアニミズムを報じる。マラウィーシュのモスクイサベラ氏のモスクマフドムカリムが1380年。 アラブ継承人としては初めて、スールー諸島やホロ島に足を踏み入れ、交易を通じて、イスラム教を広めることとなる。1390年には、ミナンカワウジンのラジャバギンダ王子とその従者が説教を行う。シェイク・カリマル・マクドゥムモスクは、14世紀に、ミンダナオ島のシムヌルに建立された、国内初のモスクであった。その後、マレーシアやインドネシアを訪れた。 アラブ系宣教者が定住することで、イスラム教が一層広まってゆく。初のイスラム王国である、スールー王国が誕生したのは、この時期のことである。そのたまギンダナ王国、ラナ王王国が、イスラム教国として、因信を極めた。ミゲル・ロペスでレガスピヒキール・スペイン艦隊が、前に、ラ王国に姿を現すと、ラージャスレーマン賛世に越見を果たす。 次世紀までにはコンキスタドールが南端部のスールー諸島に上陸。現地民はもともとアニミズムを報じていたが、これを機にイスラム教への改修が進む。15世紀までには北部のルソン島や南部のミンダナオ島の半分がボルネオ島の歴代スルターンの支配下に入り、ミンダナオ島民のほとんどがイスラム教に改修することとなる。しかしながら、ビサヤ諸島は、 ヒンドゥー教や仏教が非常に強く、イスラム教に対しては少なからぬ抵抗を示した。ミンダナオ地域出身のムスリム海賊が海域を荒らし回ったことにより、経済的、政治的危機がもたらされたためである。これらの頻繁な攻撃を通して、海賊が略奪を行えないほど、ビサヤ諸島民の結束力が固くなってゆく。1485年から1521年まで、 スルタン・ロボルキアが統治を行っている間、ブルネ王国がマニラを天然港とみなしたため、周辺部を攻撃し、コタセルドン王国を独自に建国することで、中国貿易を抑えていたトンド王国の一部を領有する動きを見せる。今やマニラを支配下に置き、ブルネ王国を衛星国にしようとしたことに対する苦肉の策であった。新王朝ではイスラム教を受容した、 ルマド族の指導者が、ラージャスレーマン一世に就任。イスラム教は、ホロ、ミンダナオ両党のほか、マレーシアやインドネシア出身のムスリム商人の、到来によりますますの浸透を遂げた。ラプラプは、ムスリムにしてマチャンの戦いの際、地元の諸部族を率いたとされるラージャスレーマンは、マニラ湾に面するパシグ川川口部に栄えた前に、ラ王国のムスリム系ラージャであったが、当時は、 スペイン軍が初めてルソン島に上陸。スレーマンはスペイン軍に抵抗したため、ラージャマ・タンダ・やラ・カンドゥラと共に、パシグ川デルタ地帯の小王国に対する1570年代初頭のスペインの征服において重要な役割を果たした。モロは現地のムスリムやミンダナオ島のルマド族が用いるスペイン人の血を引く民族の名称である。 民ダナオ党にバンサモロと称するイスラム教に基づく独立国家樹立を模索。バンサモロとは民族、または国家を意味するコマレー語とスペイン語のモロとの合成語である。米非戦争中にはモロの反乱が発生しており、紛争や反乱は植民地構前から現在に至るまで続く。ナカン族1968年に設立されたモロ。 民族解放戦線は1972年以降、南部に独立国家建設を標榜し、政府に対する武力攻撃を開始。以後内部分裂をはらみながらも、2003年7月にはマレーシア政府を介して、フィリピン政府と停戦協定を締結するに至る。モロによるもう一つの分離独立運動としては、スールー王国が自国の領土と主張していた。 マレーシアサバ州東部の領土紛争が挙げられる。1970年代末 MNLF が政府との交渉路線に転じたのを機にイスラム教指導者や MNL 会司令官を中心にアブサヤフグループを結成。1990年頃からキリスト教権益に対してテロ攻撃を行ったほかアルカイダとの結びつきも強め資金や武器の提供を受けたとされる。 2003年から2005年にかけては、マニラなど各都市で爆弾テロ事件を引き起こしたため、フィリピン軍が相当作戦を実施。2007年までに最高幹部を殺害したことにより、勢力の大幅な減退がなった。ただし、これ以後も外国人や現地の富裕層を対象とした身代金目的の誘拐事件を繰り返しているという。ミンダナオ島ではムスリムの割合が、 島人口の2割を超えるため、アームは独自の政府を持つ唯一の地域であり、主婦はアーム地域外にあるコタバとアームは2012年のフィリピン政府とモロイスラム解放戦線間のバンサモロ枠組合意では新たな自治区、バンサモロ自治地域へと置き換えられることになっており、2018年のバンサモロ基本法の議会通過と2019年の 住民投票により正式にバンサモロジチ地域が成立した。ありがとうございます。